はい、どうもまこです。今回ですね、お酒が飲めない僕がお酒を紹介する動画第2弾でございます。前回はですね、まああれもお酒というか、まあお酒じゃないんですけどね、ノンアルコールビールのベリタスブロイっていうビールをね、すごい美味しいノンアルコールビールを見つけたっていうことでご紹介をさせていただいたんですけど、今回ですね、面白いお酒を見つけたのでコンビニで買ってきました。それね、こちらですね。はい、かっこいいでしょ、このパッケージ。ビアリーっていう商品なんですけど、これ朝日から出てる商品。ビアルコールって書いてあるんですよ。で、アルコール度数がなんとね 0.5%、 微妙にアルコール入ってるっていう商品なんですね、これ。はい、ノンアルコールではないので、なんか輪っかみたいの、あ、これ出ちゃってますけど、これ今すごい面白い感じになってるかな、これ。はい、いやね、今撮影用にライトをね、購入したんですよ。こっち側だけね、今ねすごい白くなってると思うんですけど、メガネにめっちゃ映り込んじゃうんですよね、これ。どこに置いたらいいかちょっと分かんなくて、今斜めに置いてるんですけど、はい、まあそれはちょっと置いといて、いただきます。いい音。どうなんだろう、ビールですね、匂いは。あー、美味しいですこれ。ノンアルコールビールよりすごいね、ビール、本当にビール。でもビールよりビールじゃない。でも、あ、わかんないかもこれ。あんまりビール飲まない人だと、いや結構これも本当にビールかもしれない。でビールやっぱ飲みたいけど、一本飲むのはちょっときついとか、すぐ酔っちゃう。やっぱりどうしてもノンアルコールビールはノンアルコールなんだよね。でもビール飲みたいって人には本当にこれぴったしな商品だなと思います。今お酒も飲んでもいいよって時だったら、こういう商品があるとめちゃめちゃ嬉しいなと思います。お酒体質的に弱い方でもちょっとアルコール入れたいって人にはめちゃめちゃいいですね、これ。ほろ酔いとかよりね、アルコール度数少ないですからね。ほろ酔いとか 3% とかでしたっけ、確か。そのぐらいじゃないですか。これ 0.5% しか入ってないですからね。でこのビール感なんかね、デザインにね惹かれて買っちゃった部分あったんですけど、正直普通に美味しい。一緒に買った夕ご飯食べます。最近ね、筋トレとね、ちょっとね、まあ、ダイエットしたいなと思って、夕食をねなるべく炭水化物を取らないようにしてるんですよ。今日もこのキャベツとこれね、タイマーで買ったこのチキンですね。これタンパク質が豊富に含まれてるんで、このチキンちょっとレンジで温めて食べると美味しいんで、これ少し温めてきました。これ食べます。であとは筋トレしてプロテインを飲むと。はい、ちょっとね、夏までにね腹筋を割りたいなって思ってるので、ちょっと最近はね夕食はねこんなメニューにしてます。ダイエットと筋トレしたいって言ってるのに、まあちょっとこういうの飲んじゃうっていうね、ちょっとその矛盾してるかもしれないんですけど、これね、いろんな味出てるんですけど、ブラックペッパーとか七味唐辛子とか、今まで食べたやつ全部美味しかった。この焦がしネギ塩味は初めて食べます。いただきます。うん、はい。でね、今回このビアリーっていう商品の紹介だったんですけど、まあビールとか飲みたいけど体質的にお酒弱かったりして、まあちょっと飲めない方とか、ぜひねこちらの商品コンビニでね、これね購入できるんで、まあスーパーとかでも売ってるのかな。で普通にもうビールです。ぜひね興味ある方は買ってみてください。はい、ということでね、本日も動画を見てくれてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。